い、こんにちは、レトスノームです。今回は、3月から勉強を始めてどうやって合格まで持っていくのかについてお伝えします。で、今回お伝えするのは、まあ、これから勉強を始める方ももちろん対象なんですけども、もうね、始められている方もね、ちょっとちゃんと聞いていただきたいんですよ。っていうのもなぜかっていうと、宅建試験で、落ちる方っていうのは、勉強をたくさんしてて落ちる方って意外と多いんですよ。もちろん勉強してなかったら落ちるってこれ当然だけども、勉強してても落ちるんですよ。で、これはなぜかっていうと、今からお伝えするこの流れがちゃんとできていないから、早い段階から、まあ、例えばね、去年の12月から始めていたとしても、これができていないことによって、実力が上がってこない。だから勉強したけども合格できない。上がってくるのは過去問の点数と予想模試の点数だけ。本試験の点数は上がってこない。っていう風になっちゃうんですね。だから、そうならないためにも、もうね、前々から勉強を始めているって方もぜひですね、聞いてみてください。で、できていなかったら、もう一からと考えてね、一からと考えて、もう一回、ちゃんと、今からお話しする内容を踏まえて、勉強し直すってことをやってください。勉強の仕方を変えなければ、結果って変わんないんですよ。勉強の仕方を変えずに勉強量だけ増やしたとしても、一定レベルまでしか点数って上がってこないんですね。その一定レベルっていうのは大体合格点マイナス1点マイナス2点ぐらいなんです。だからちゃんとね、すんなり合格するためには勉強の仕方をガラッと変えていくってことをぜひ、行ってください。で、ちょっとね、まずは大まかな計画についてご説明します。まあ、今ね、3月1日だと仮定しましょう。そうすると、大体一通り、例えば、権利関係、宅建業法、折り状の宣言、税その他、過去問10年分を、仮定すると、まあね、一周するのに3ヶ月ぐらいやっぱかかるんですよ。で、これでもね、まあまあ、早い方なんです。ただ、3ヶ月よりちょっとかけすぎると、もうね、時間がないんですよね。だから、もう3ヶ月っていうふうに区切りました。なんで逆算して、じゃあ1日あたりどれだけ勉強しなきゃいけないのかっていうのは、計算してみてください。で、まあ、一回やっただけでは頭に入らないですよ。まあ、これ天才じゃない限り頭に入んない。私も、無理です。だから2週目に入ります。2週目に入っても、まあね、およそ3ヶ月やっぱかかるわけですよ。だから、2週目は終わるのが8月末、6月、7月、8月ですね。3、4、5で1週目やって、6、7、8で、2週目終わらすと。で、9月から模試に入っていって、1ヶ月半で完成させると。模試で完成させるっていう流れなんですけども。まあね、もう見ていただいている通り、もうギリギリです。正直ギリギリ。まあもちろんね、実際に弊社の個別指導の受講師さんでは、こっから初めて一発合格する方も、まあ実際にね、何人かいるんですけれども、その方っていうのは、どれかを省略してるっていうわけじゃなくて、一日の勉強量を増やしてるわけですよ。だから、このやるべきことを、こっから始めてるだけなんですね。だから、もうそうなってくると正直きついんですよ。だから、もう今からでも、まあ、ややきつめですね。正直、ややきつめなんだけれども、これをやっていかないと、結局は合格できないんで、これをやっていきましょう、と、まあ、いう話です。じゃあ、まず一周目何をやるかっていうと、大きなね、テーマとしては課題抽出。課題抽出です。つまり、合格するために何をやらなきゃいけないのかっていうものを、まず明確にするなんですよ。例えば合格するためには、大きく分けたら勉強の質を上げるっていうのと、勉強の量を増やすっていう、この二つなんですよね。で、勉強量が増えていないっていうのであれば、なんで勉強量が増えていないのか、そもそも勉強時間が取れていないのか、とかね、いろいろ考えるわけですよ。忙しい。まあ、じゃあ忙しいからって勉強できないっていうのはね、これ言い訳なんで、多くの方が忙しい。でも勉強時間を作っている。じゃあどうやって勉強時間を作んなきゃいけないのかっていうのを考える。そしたら、一人一人ね、課題っていうのは見えてくるわけです。だからそういったところをまず注意する。勉強、量についてはどうなのか。じゃあ勉強の質についてはどうなのか。まあ勉強の質っていうと、大体ね、もう勉強法になってくるんですよ。ちゃんと理解しながら勉強できているのか。で、理解学習でね、ちょっと間違ってる方いるんですけども、法律とかを完全に理解するっていうのはまず無理です。まあもちろんね、司法試験とかを目指すっていう方であれば、いろんな解釈とかも考えなきゃいけないけれども、宅建レベルなんか、そんなに深い理解っていうのは必要ないんですよ。まあ、ものによるかな。この問題については深い理解必要だけども、ここはね、もう覚えるだけでもいいっていうのがあるんで、まあ、そういった精査をしなきゃいけないっていうのもあるんですけども、多くの場合が、そんなに深い理解までは必要ない。まあ、ただね、そんなに深い理解
じゃなかったとしてもテキストや過去問集、予備校では教えてもらってない内容って非常にたくさんあるから、そういった部分はネットで調べるって形になるけれども、その解説も重要だけども、解説の理解も重要だけども、まずは問題文の理解です。問題の理解なんですよ。ここはね、できていない方が非常に多い。ただちょっとね、ここについては、個別指導のちょっとノウハウになるんで、ちょっとここはねちょっとお伝えできないんですけれども、実際問題文の理解と質問内容の理解、ここをね、教えている、一番最初にここが一番重要だからここだけ押さえましょうっていうね、お伝えしている。だからこそこれまでね、過去4年間合格率が7割を超えている、その大元の原因はこれなんですよ。ここができていなかったら、どれだけ解説とかを理解していたとしても全然点数伸びてきません。例えばですよ、私があなたに、今日の天気は何ですかって、聞いたとします。そしたらあなたはおそらく、空を見てね、あ、今日、今日の天気、今の天気でいいや、今の天気何ですかって外を見てね、あ、今晴れですっていうふうに答えれるわけですよ。でも私がこれをアラビア語で、今日の天気は何ですか、今の天気は何ですかって聞いたら、おそらくあなたはね、外、今の天気が、晴れだったとしても答えられないんですよ。それはなぜか、質問内容、問題文がちゃんと理解できていないからなんですよね。だから今言ったように答えは分かっていても答え間違えちゃうっていうことが実際の本試験で起こってるんですよ。それが一番分かるのが、一回も試験受けた方は分かると思うんですけども、引っ掛け問題に引っかかりました、凡ミスしちゃいました。この二つは典型です。これっていうのははっきり言って実力がないからこうなってるんですよ。実力があったら、引っ掛け問題とか、凡ミスとかあんまないんですね。あったとしても1点2点で、1点2点あったとしても合格点プラス3、4点ぐらいプラス上でね、合格できるんですよ。だ去年の試験で言ったら38点とかね、9点とかで合格できます。で、そのちょっとね、1点2点とかの凡ミスで合格点を割っちゃったっていうのは、もうそもそもの実力がないわけなんで、そこはちゃんと自分自身で認めなきゃいけないんですよ。多くの方が認めてないんですよね。で、認めてないからどうなるかっていうと、あともうちょっと頑張ったら合格できる。だから勉強の質とかね、そっちは、加味せずに勉強量だけ増やす。そしたらまた同じ結果になるなんですよ。だからそうならないためにも勉強法をちゃんと確立しましょう。今言ったように問題文の理解、質問内容の理解をちゃんとやりましょうというところです。いわゆる勉強のね、もう一個言った、勉強量のところなんですけども、習慣なんですよ。習慣、いわゆる勉強する習慣、例えば毎日、もう今からだったら個別指導でもやっぱり1時間半ぐらい作んなきゃなかなか難しいんですよ。つまりこれ何が言いたいかというと、もし弊社の個別を受講していない方だったら1時間半ではなかなか難しいんですよね。2時間3時間ってやんなきゃいけない。これなぜかっていうと、私は個別指導であれば、いわゆる問題文の理解、質問内容の理解、こうやってやってくださいねってお伝えするから、それそのまんまやったらいいだけなんだけども、それ以外の方は予備校だったりとか、通信講座、独学の方は、自分でそこを見つけなきゃいけない。もちろん先生に聞いてもらってもいいけれども、おそらくそれは知らないと思うんですよ。そこを意識して勉強している方ってほとんどいないんでね。だから結局は自分で試行錯誤しながら、課題抽出やっていくってなると、1時間半では足らないわけですよね。それにプラスアルファして勉強しなきゃいけないわけなので、だからよりたくさん時間が必要になってくるっていうわけです。これやんなかったらもう2週目なんか行ってもあまり意味がないって言ったらね、言い方おかしいかもしれないけども、2週目で同じようなことをやったらいいけどもね、時間かかっちゃうんで、まずこれを一番最初にやんなきゃいけないと。そのために必要な時間っていうのはもう自分で確保しなきゃいけないってことです。人によっては4時間かもしれない、5時間かもしれないけども、これができていなかったら、どれだけ勉強しても2年、3年、4年やっても落ちますんでね。実際2年、3年、4年落ちてる方っていうのはもうザラにいますから。10年落ちてる方もいるわけなんで。だから、ここをちゃんとやりましょうと。じゃあね、一応ね、2週目、3週目、あ、2週目模試についても簡単に説明します。2週目については、1週目とりあえず一通りやって課題抽出しました。勉強もある程度確立しました。そしたら次は弱点ですよ。解けなかった問題を解けるようにするのが勉強だから、解けなかった問題を、集中してやっていくと。そうするとね、混乱してる部分ってあるんですよ。あれ、これとこれどう違うんだ？あれ、抵当権試験、何が違うんだ？抵当権証明請求と代価弁済どう違うんだ？いろいろね、借地権、借家権のね、この違いとかとかね。いろいろ、似たようなもので混乱してきたりするので、そこをちゃんと整理していくってことを行っていくと。で、最後、予想模試。予想模試は、穴埋め
これどういうことかっていうと、これだけやってもやっぱりね、見たことないような問題って予想もし出てきたりするんですよね。だからそういった問題を、あ、これ初めて見る問題だなっていうのがあれば、さらにプラスアルファで追加情報として頭に入れていくっていうようにやっていくというふうな大きな流れになります。まずはここですよ。もうほとんどの方はこれができていないんで、まあ、合格できないんですよね。だからもうここ、ちゃんと段階を考えて、勉強していく。いきなり第二ステップってこれないんですよ。ここができていなかったらもうここは崩れちゃうんでね。建物考えたらわかるじゃないですか。ちゃんと土台を作った上でね、基礎はね、基礎があって土台あって、その上に建物を建てるっていう流れがあるじゃないですか。基礎がちゃんとね、しっかりしてなかったら、ちょっとしたことで崩れちゃうんですよ。だからちゃんと基礎をちゃんとやりましょうと。それが今一番最重要課題としてやらなきゃいけないことなんで、もうね、時間がないので今すぐ始めていきましょう。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。